はい、こんにちは。カンピョーネの辰巳です。 50m を速く泳ぐためのスピード養成コーチの辰巳です。で、今日は、短距離ね、短距離選手におすすめの、辰巳流スカーリングってやつをね、ちょっと教えていきます。で、従来のね、従来の辰巳流じゃない従来のね、あのスカーリングね、ありますよね。こう手伸ばしてね、前伸ばして、こういう形でちょっとやっていきますね。はい、これ上やと思って仮定してくださいね。で、その場合に手のひら外側に向けて、で、内にね、向けてくる、こういうスカーリングを結構皆さんね、ちょっとやってると思うんやけども、これはこれでね、手のひらのね、水の感覚っていうのがすごく良くなっておすすめなんですけども、ちょっと僕的にちょっとね、スカーリングにもちょっとノウハウがあって、今からね、教えるね、スカーリングっていうのはすごく短距離ね、短距離選手には非常に向いたスカーリングとなってますので、しっかり水がぐっとこうね、掴めれるようになるようなスカーリングとなってますので、ちょっとごめんやけど長距離選手にはひょっとしたら向けへんかもわかんないんで、その辺はね、皆さん長距離をメインにしてる人と短距離メインしてる人、ちょっと分かれてると思うんやけども、その辺はね、ちょっとね、自分の中で、これは役立つなとか、これは私には向いてへんなっていうのは、自分の中で識別してくださいね。はい、まずやり方ね、教えていきますね。はい、まず一つ目、方法として、ポイントとしてこの第二関節ありますよね。1つ目2つ目、このね、第二関節を軽く曲げてください。こうね、軽く曲げてあげる。曲げすぎたらこれ全然もう意味ないんで、軽く曲げてください。こうね、はい。で、そのまま頭の上、もしくはちょっとまっすぐ前習いの状態で今やっていきますね。分かりやすいようにね。はい、この状態でグッとこうね、手を置きます。これがセットアップです、ね。で、この状態で2つ目のポイントね、手のひらを誰にも見せへんようにスカーリングで動かしてください。この状態ね、この状態で誰にも見せへんように手のひらね、だからこうやったりとかしたら横の人にも見えるし、こう前にやったら前の人にもやっぱ見えてまうので、これをグッとした状態で誰にも見せへんようにね、だから手のひらのこの辺ね、第二関節を上の状態やったら第二関節を見ながらね、見ながらスカーリングちょっとやってみてくださいね。絶対この第二関節ね、第二関節のところを目でしっかりと見ながらスカーリングね、一回やってみてください。もうこれだけですね、これだけですね。もう一回言いますね。第二関節を曲げてあげてね、で、そのまま伸ばしていきますね。で、その状態で誰にも見せへんように、ちょうどここにね、例えば知られたくない秘密とかね、銀行の暗証番号とかね、書いてると思ってこんなん誰にも見せられへんからね、だからそう思ってしっかりとこの状態でしっかりと動かしていってください。で、これ、何がいいねんっていうね、ポイントがこれも2つあります。1個目は、横のね、こういうスカーリングね、何もこのね、指先伸ばした状態でのスカーリングでは、手のひらね、手のひらにの水をつかむ感覚がすごく上がるんですけど、このキュッとこうね、曲げてあげるね、曲げてあげて、その状態でね、グッとこうね、誰にも見せへんようなスカーリングをやることによって、この手のひらとここの前腕ですよね、手のひらと前腕で言うんですけどね、で、前腕で水を捉えることができるんでね、ここ大きいですよね、ここで捉えれたら大きいですよね、これを捉えることができるので、このスカーリングを僕は結構ね、おすすめしてます。で、それが1個目ね。もう1個目ね、もう1個目、この状態で書くことによって、こうスカーリングすることによって、この横に開くね、こういうような手のひらが他の人にも見えてしまうスカーリングであれば、この横の水とかを掴む能力もうまくなるんですけども、水泳はあくまでも自分のこの手のひらの
下、下の水をどんだけうまくつかめるかっていうのが勝負やと思うので、この技術、ね、いわゆるここの水が、しっかりとつかめれるようになります。ね。はい。だから、その2点に、2点で僕は結構推薦してますので、実際ね、プール行った時とかにやってみてください。ね。はい。ちょっと一緒にやってみましょうか。もしあれやったらね。はい。まず指かけ、曲げてください。第二関節を曲げてあげるね。はい。いけました？いけるかな？はい。で、そのまま前に伸ばしていきます。ね。はい。で、この状態で、この第二関節を見ながら、書いていきます。これね。はい。これだけです。ね。はい。で、これやった後、めっちゃ前腕とか、腕とか結構ね、パンパンになりやすいんで、まあ、その分しっかりこの手のね、ここで捉えてるという感覚がわかると思いますので、この状態ね、こういう状態ね、はい、これをね、実際やってみてくださいね。で、これやった後に例えばね、これを25メートルね、この状態で行って、ほんで帰りしなはホームでね、クロールで帰ってくるとか、そういうのでやっていけば、スイムにも生かしやすい状態になりますので、これもね、実際にトレーニングで入れてみてくださいね。はい。そしたら、今日これでね、終わります。ほんで、まだ役立ったよという人はチャンネル登録とかね、高評価ボタンとかね、よろしくお願いします。